なのでこの指先から徐々にアプローチしていって逆の順番で練習していきます。はい、じゃあ今回はスローイングについてやっていこうかなと思います。はい、スローイングっていうのは、この下半身の力をうまく利用して指先に最終的に伝えていくっていうのが大事になります。で、今回やる練習っていうのはこれを全て逆の方向からアプローチしていきます。最終的にボールが投げられるのは指先にしっかり力が伝わらなければ意味がないです。なのでこの指先から徐々にアプローチしていって逆の順番で練習していきます。なので指先、手首、肘、肩、あと体のねじり、これを順番に逆の方向からやっていきます。最初は手首だけ、次は肘と手首だけです。で、肩も入ってきて上半身のねじりも入ってきて最終的に下半身を使ってボールに力を伝えるために指先に効率よく力を伝えてあげる。この練習をすることによって自分の変な癖があるポイントっていうのが治ると思いますので、ぜひこの練習方法でやってみてください。まずはこの手首だけ、ね、手首と指先だけで上げる。肘は固定で、これいいよ。言ってることは分かる。はい、めちゃめちゃ言ってる。この辺ばっかり気にするよ。ここができたらどんどん増やす。じゃあそしたら次は肘の屈伸も使いながら。そしたら次は肩も使っていくから、今度は真横スタートで肩のこの前に進む力で肘をしならせてあげて、そこからさっきの肘から先を入れていく。使える部位が増えていくからどんどん強いボールを投げれるから、ちょっとずつ距離も離すように。そしたら次はテイクバックも入れてやっていく。テイクバック入れてここから上に上げて、そこから先はさっきと一緒、ここからスタートで、はい、そしたら次は上半身のひねり、これも使っていくから、このグローブも使って相手の投げる方向に向かってグローブを出して体をひねった、ここがスタートしてで体を戻しながらテイクバックも一緒に取って、そこから先は一緒。体のねじりから肩肘手首順番に、そしたら次は横向き、
横向きで股関節も使っていくので、左足は相手の方向に向けておく。でそんな開く必要はないから、まあ、肩幅ぐらいのイメージで横向きで、今度は股関節を先に回してから上半身を回していく。下半身が回ってそのねじりを上半身に伝えていって、上半身のさっきの上の動き、次は肩幅よりもちょっと広めのポジションを取って、今この前後の体重移動も含めていく。前後の体重移動をしながら股関節を回してつなげていく。どんどんピッチングフォームの形になっていきたいと思います。そしたら最後は足を上げて、足を上げて足を下ろして体重移動からのさっきの続きね。でもし途中で、まあ、コントロールが乱れる苦手な分野出てきたとしたら、まあ、例えばこのテイクバックを使ったらいきなり送球が安定しなくなっちゃったという場合は、1個戻ってこのテイクバックを取らずに肩の動きから、これをひたすらもう一回見直す。ここからやり直して、これが大丈夫だったってなったら、また先のテイクバックをつけた動きに行って、どんどん感覚をなじませていく。一個自分の中でつまずいてしまったら、一つ前に戻るっていうのを続けていって、最終的に足を上げて投げるところまでいけるようにできたら、最終的に効率のいいフォームに出来上がっているので、自分の中でできなかったところをそのままにしておかないで、必ずそこで立ち止まってやり直す。自分のところができたらどんどん先に進んでいくっていう段階を踏まないと、結局そこができてないまんま完成形を迎えてしまうから、その完成、未完成の欠陥があるフォームっていうのが出来上がってしまう。自分の中で確実にできたと思ってからステップアップしていくようにしてください。